にちは、断捨離トレーナー岐阜のわらやまゆみです。山下秀子断捨離公式チャンネルをご覧くださりありがとうございます。今日は私が姑のものを断捨離したお話をさせていただきたいと思います。皆さん、親のもので悩んだことはありませんか？ものを大切にしてきた、もったいないという言葉を大切にしてきた世代の方たちの溜め込んだもので悩まれたこと、おそらく一度や二度はあるのではないでしょうか。私は結婚して間もなく28年ぐらいになるんですけれども、結婚当初から物の多さでとても悩んでいました。最初は断捨離を知らなかったのでね、勝手にたくさん捨てちゃいました。茶碗蒸しの入れ物とか、こたつ、ホットカーペット、それから使わない座布団、まあ、大きなものをね、たくさん捨てちゃってすごく叱られたんですね。そのうちに、私が捨てていないのに何かね、なくし物があると、あんた捨てたでしょって怒られるようになって、すごい悲しい思いをしたことがあります。断捨離に出会って、他の人のものは捨ててはいけないということを、まあ、肝に銘じてね、そういうことは今はやっておりません。よく考えれば当たり前のことなのですが、本当にね、なんか悪いことしちゃったなと今はちょっぴり思います。で、姑のものには手をつけていないのですが、家族共通の場所に置いてある姑のものはやはりね、どうしても気になってしまうんですね。我が家の場合、それが植木鉢でした。庭先にある、ね、道路からどんな方も見ることができる位置にある植木鉢、30個ぐらいはあったでしょうか。大きいのや小さいの、丸いのやスリムな形、だから白や茶色や柄物、いろいろな植木鉢が庭先にずらーっとありました。で、綺麗な花が咲いていたら、まあまあそこはいいんですが、花が咲くのは1年のうちのわずかな日数だけなんですね。それ以外の時は丁寧にお手入れしないとあまり綺麗じゃないんです。で、ほとんどの植木鉢が草のために植えているのかなという感じで、あの、ね、草養成所みたいな、クローバーとかあってね、草がいっぱい生えていて、で、あの、葉っぱも茶色くなっていて、ぎゅうぎゅう詰め、植木鉢からわっとはみ出た状態で、大きいのや小さいのがいっぱい並んでいました。それね、私にとってとってもストレスだったんです。でも他人のものは捨ててはいけない、もう悩んで悩んで本当に悩みました。家を出る時もちらっと見るとあるんです。外から帰ってきた時も家の正面にずらっと並んでいるんです。圧巻でした。とってもね、辛かったです。で、どうやってそれを捨てたか、まず外壁リフォームをしました。家がピカピカになって、そのおかげで植木鉢の美しくないのが目立ってきたんですね。もうこれはチャンス、今言わなければ一生手放してもらえないと思って、勇気を振り絞って、まず減らしてくださいとお願いしました。3分の1ぐらいに減らしても十数個はあります。で、どれにする、どっちが好き、これはもう草ばっかりだよねと言って減らしていきました。だいぶ減ったんですが、やはりね、綺麗じゃないんですよ。次にどうしようかな、私が植木鉢をプレゼントしよう。ホームセンターに行って真っ白な植木鉢を10個ほど買いました。サイズは2サイズ、すごく大きいのとちょっと小ぶりのとね、2サイズ10個ほど買いました。で、プレゼントしました。今まであった植木鉢は苔が生えたりして
まり綺麗じゃなかったので、この白い植木鉢、お家に合わせてね、白い植木鉢買ってきたので、これに植え替えてくれる？お願いしました。でも結局どうなったと思いますか？植木鉢の中には根っこがパンパンに張った状態で引き抜けないんですよ。あまり手入れをしてなかったんですね。引き抜けなくって、もうやってるうちに辛くなってきたみたいで、だんだん本音が出てきました。もういいかな、これはもう十分やったしな、まあいっか、草も大変だし、しゃがんでるのも偉いし、とポロポロ本当のことを言い始めたんです。なので、そうだよねって、もうね20年以上ね植木やったから十分楽しいんだよね、しゃがんでるのも偉いよね、今はね楽しいこといっぱいできる世の中だからね、嫌ならやめていいんだよ、と言いました。そしてなんと姑は植木鉢を3つに絞り込んだんです。もちろんほとんどの処理は私がしました。姑は植木鉢を3つに絞り込んで、残りの何個かはホームセンターへ返却しました、ね、3つの植物を大切に育てて、余裕が出たらまた買えばいいよって、春になったらねまた買えばと伝えました。さあもうね春がやってきました。増えるかなと思っていますが、おそらく3つだと思います。昔大好きだった、ね、植物の手入れも今の姑にとってはあんまりもう興味はなさそうです、はい。昔は勝手に物を捨てていて、バトルを起こしていた私ですが、断捨離で少し賢くなりました。皆さんも親のもので悩んでいらっしゃったら、まずは自分のものから、そして断捨離を学んで、ね、ご機嫌に物を減らしてほしいなと思います。ご視聴ありがとうございました。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。